2023年5月6日、現在時刻午前中の11時19分。まあ、天気の状態が、まあこういう状態ですね。ピントがなぜずれているのか、しっかりと作動してないのかどうかよくわかんないですけども、本当のことを映されたら困るのか、本当のことじゃないとダメなんですよ、裁判所も。それ以外のところもね。ね、こういうふうに考慮がちょっと上がったりしてるんでしょ。これが天気の仕組みなんですよ。人間で天気自体をある程度は、操作できる。ぼやっと画面をさせているの認識しにくいをしようと思っているのが分かってるみたいですけど、いいんじゃない、コンピューターの問題。だからこういうふうな方法を昔から YKS やテレビに、テレビ局に伝えていて、気象庁も伝えて知っていたはずなのに、自分たちで率先して対応していたかどうか、今だいぶ明るくなってます。考慮ね、手すりのところ見たら分かると思いますけど、手すりの下のところとかね。だからその辺のところで人の話をまず信じることですね。世界中の原油価格や為替相場とか、株価とかを動かしてきた人間、それ相応の信用がなかったら動きません。それと法的知識がなかったら動きません。下手に触ると危険な、行為ですから。だからその辺のところでね、そういった人が言ってるんだからっていうところでね、信用してもらったらいいんですよ。こういうことです。